肉の薬味ソーダ、カバンのそこにしまわせて、いつもと違う道を急いで家に帰るの。自分が口を閉めて自分の部屋に駆け込めば、扉に鍵をかけて始まる特別な時間。一つボタンを押すだけで別の世界に出て、キュンと胸を震わせる新しい出会いが待ってるの。ドキドキしてるいいでしょ、それが個性ってもんでしょ。この楽しさ知らないなんてかわいそうに思うな。ドキドキしてるいいでしょ、誰も知らなくていいから、気になるなら少しくらいは教えてもいいけどね。自分に名前つけて、いつものサイトメール打ってく。ネットの向こう側の私の大切な場所、既存のレビュー読んで共感したり怒ったり、わかってない人には説明したくなるよね。遠く離れたどこかで同じ画面を見て、今日も喜怒哀楽するたくさんの仲間がいるはずよ。泣きの日ならいいでしょ、テレフォンじゃ済まないでしょ、語り合える相手がいればすぐ熱くなれてく。泣きの日ならいいでしょ、少し恋人もいるけど、語り合える誰かがいればすごく楽しいかな。泣きの日ならいいでしょ、それが恋